緊急車両と、数日前のまだ明るい夕方、片側2車線の幹線道路で、交差点の最前列で赤信号で停車していたところ、対向車線から回転灯を回し、サイレンを鳴らしながら救急車が向かってきた。もちろん救急車が優先なので、スピードを緩めながらも赤信号の交差点を通過していく。で、なぜかその後ろから古い型式、550cc 時代の赤い軽自動車も赤信号を無視して救急車の後をついて交差点へと入ってきた。身内でも乗ってるのかな。でも信号無視はダメだろう。そう思いながら軽自動車を見ると、リアだけではなくフロントガラスにもドアガラスにもスモークが張ってあるようで、中が全く見えなかった。あちゃー、違反車両だよ、とは思ったけど、警察でもないから、ただそう思うだけ。で、信号も青になったので、普通に走り出した。5分ほど走ると、だんだんと渋滞しだして、前方の対向車線にパトライト、赤色回転灯のことが回っているのが見えた。近づくとかなり大きな事故のようで、パトカーが何台か停車して対向車線を塞いでおり、一時的に片側相互通行になっていた。流れに乗って徐行の速度で通り過ぎるときに事故車両が見えた。大型トラックに軽自動車が追突していて、軽自動車は運転席が潰れているようだった。渋滞を通り過ぎてスピードを上げながら、ぶつかっていた軽自動車がさっき救急車の後ろについていった軽自動車と同色だったのは単なる偶然だと信じたい。以上、緊急車両とお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで本日4月2日第143夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。ですね、とうとう新年度ということで4月に入りましたけれども、なんだか気持ちだけね、焦っております。あれですよ。ちらっと思ったんですけど、私先週というかね、29日の放送、水曜日と勘違いしてなかったかなと思って、なんかふっとね、今、準備をしてて、あれ私、土曜日なのになんか、水曜日は姉さんシリーズを読んでるけどとかって言ったような記憶があるんで、もしかしたらなんか水曜日って勘違いして話してなかったかなとかね、今更ながらに思ったんですけれども、はい、今日は水曜日です。もうダメですね。で、いろんなことがもうグダグダになってますね。で、なんかね、10時半ぐらいからかな、急になんかくしゃみと鼻水が止まらなくなって、少し鼻声になってるんですけれども、ちょっとね、いつもより聞き取りにくい声かもしれません。すいません。で、今日はですね、ようやく抱えていた山ほどの仕事が終わりまして、まだね、ちょっと原稿手元にあるんで、早く会社に引き渡して、もう完璧に手を離したいんですけれども、どうにか終わらせることができまして、ちょっとね、連日明け方まで仕事をしてたんで、今日は早く寝ようと。いうことでね、すいません、今日も1時間から1時間半ぐらいの短時間配信ということで放送させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、1本目、緊急車両というお話を読ませていただきました。なぜかね、ラストのタイトルでね、緊急車両って読まなきゃいけないの、救急車両って読んじゃってね、ここでかと思いましたけれども、ね、噛まないように、もうこのぐらいの短い話なんだから噛まないようにと思ってそれだけ注意して読んでたんですけど、ラストで気が抜けてやってしまいました。正しくは緊急車両とでございますね。はい。では、早速レスの方を読ませていただきたいと思います。4月の新しいスレを立てさせていただきましたので、どうぞ皆様そちらの方にお願いいたします。2番グリコさん、今日は放送あるのかなということで、はい、やっております。よろしくお願いいたします。3番目が私の告知ですね。4番ひなのすけさん、待機ワクワクということで、はい、ありがとうございます。ちょっと遅くなりましたけどね、始めさせていただきます。5番よっこりーなさん、こんばんは、放送やるんですね。よかったです。試験の合格通知も来たんでほっとしてます。これからがもっと大変になるので、ギョンアンさんのお声を聞いてまた頑張ります。ということで、ああ、よかった。合格通知来たんですね。おめでとうございます。ね、これからがいろいろと、ね、横井菜さんもおっしゃってますけれども、大変かと思いますけれども、ね、あったかくなってまた、いろいろとね、体に、変化というかね、変調が出てくることもあるかもしれませんけれども、十分注意していただいて、お仕事など頑張っていただきたいと思います。6番目の迷い人さん、行安師匠、皆さんこんばんは、うふーんと申します。よろしく、へっ、ね。はい、なんて突っ込もうかね。はい、いらっしゃいませです。もういいや。7番、黄色い羊さん、こんばんは、今夜は寝ながら聞かせてもらいます。ということで、はい、いらっしゃいませです、こんばんは。ね、なんか羊さんもすごい今お仕事大変そうで。ねえ、つらつらと、ツイッターのつぶやきを見たり、ミキシーのつぶやきを見たりしておりますけれども、ね、本当に寝れる時に寝ていただいてね、体休めて、ゆっくりしていただきたいと思います。もうね、寝落ち推奨でございますので、どんどん寝てくださいませ。はい、ありがとうございます。8番ヘッケルさん、5番よっこりーなさんへ、やっほー、合格おめでとう、パチ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 ということでね、はい。9番グリコさん、今日は初めから聞けてるってね。はい、ね、今日は。ね、なんかこうやって、掲示板の方に書き込みいただくの本当に久しぶりですよね。はい、ゆっくりしてってくださいませ。10番目の迷い人さん、今片側相互通行って言った？ぶつかるわな、ということで。そう、ね、片側相互じゃねえよ。って書いてあるんですよ。大きな事故のようで、パトカーが何台か停車して対向車線を塞いでおり、一時的に片側相互通行になっていたっていうふうにね、書かれてるんですよ。だから、相互っていうか、交互にね、通しているっていう意味で書かれてたんじゃないかなと思いますけれどもね。相互で走ったらぶつかるわ、そら。はい。11番目の迷い人さん、こんばんは、久しぶりに生で聞かせていただいております。やっぱりギョンさんの美声は良いですね。ということで、はい、こんばんはです。いらっしゃいませ。ね、ありがとうございます。なのでね、やっぱ年度末なんかでね、お仕事忙しい方がたくさんいらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、必ず放送の方はアーカイブに上げさせていただきますので、あまりね、生にこだわらずに、私もね、なかなかこう、ちょっと、私生活の方がバタバタしておりまして、生放送できない回というのが多いんですけれども、できる時にはね、できる範囲でやらせていただきますので、皆さんもできる範囲でお付き合いいただければと思います。もうね、皆さんのリアル私生活が一番ですよ。はい。12番、あかねこさん。こんばんにゃ。さっきまで瓶詰め会談聞かせていただいてました。短めの話がテンポよく進むのは気持ちいいものですな。ただ猫のふーが一番怖かったかな。猫じゃなく師匠の笑い声ならもっと怖かったね。はい、こんばんはです。いらっしゃいませです。いつもね、放送の方では、お使いガラスのあぎょうくんが、あげあげ泣いてますけれども。で、瓶詰めじゃねえや。外伝の方ではね、鈴の転がる音を使ってますんで、今回瓶詰めで何を使おうかなと思いましてね、猫のね、うにゃーっていうのを使わせていただいたんですけれども、次回はね、違うのにしようと思って、ちょっとね、うっせえなと思って、次回もしまたね、瓶詰めで他のパターンをやるときには、間を違うもので繋ごうかと思います。やっと上がりましたよ。3回目のアップでね、ようやく完成しました。1回目がね、写真をお借りしたサイトさんを1件、ラストのクレジットに入れるのを忘れてまして、まずいと思ってね、お人形の写真をかなりいっぱいお借りした素材サイトさんなんで、ちょっとクレジットに名前を入れないわけにはいかなくて、で、そこを作り直して2回目上げたんですけれども、そしたら同じ話が2度入ってまして、1本消えてしまったということでね、またじゃあ明日作り直しますねなんて言ってたら、その次の日にね、ドサッと仕事が入っちゃったんでずっとできなかったっていうので、ね、昨日夜中に慌てて作り直して、あげたんですけどもね、ようやく3度目の正直で、どうにか公開することができました。バタバタしておりました。さすがにね、一筋縄ではいきませんね、人形はね。はい。13番キャベさん、こんばんは、待ってましたよということで、はい、いらっしゃいませです。こんばんは、お待たせいたしました。14番ヤギさん、あやかしさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。あやかしさんの声と雰囲気が宇多田ヒカルに似てます。マジ？一番最初に憧れたタレントは中森明菜さんでしたが、あやかしさんの雰囲気あります。私の憧れの声ですということで、ありがとうございます。なんか偉い人と似てるって言われちゃったぞ。ね、恐れ多いというね、20代の頃、外見はね、大月健二にそっくりだって言われてましたけれども、顔に稲妻型の、ね、ペイントがないだけで、髪の毛もね、天然パーマでだらっと長かったんで、うちの家族からは大月健二って言われてましたね。はい。声はね、カラオケ行った時に歌う声が、なんだっけな、なんとかっていうバンドのボーカルに似てるって言われたんですよね。女性バンドがすごいいっぱい出た頃、庄屋とかね、懐かしいな、プリプリとか庄屋とか、ゴーバンズとかが出た頃ですかね、に、出てた、なんて名前のバンドだったか忘れちゃいましたけれども、そのボーカルで歌ってる人の声とね、よく似てるっていうのは言われたことがありますね。それだってもう10年前の話ですけどね。はい、ありがとうございます。15番、JRT カンタさん、久しぶりの生聞きです。ワクワク楽しみです。ということで、はい、いらっしゃいませです。ね、お久しぶりということでありがとうございます。ゆっくりしてってくださいませ。16番、ヘッケルさん、今日も短時間放送なんや。でも徹夜続きだと体調も大変だしね。放送終わる頃に初劇さんのリクエスト来ないといいね。グヘっていうことで。ねえ、すいませんね。貫徹っていうことはなかったんですけれども、やっぱりちょっとね、夜中じゃないと、集中して仕事ができないもんで、3時半とか4時とかっていうのがちょっと連日続いてましたんでね、さすがにね、眠いです。昼間が猛烈に眠いです。なので今日はちょっと早めに寝かしていただいて、で、土曜日何も仕事が入ってこなければね、通常通り、2時間ちょっとぐらいかなの放送させていただこうかなと思っておりますので、ご了承くださいませ。17番ヤギさん、もしかしてヘッケルさんかな？こんばんは、赤猫さんのこんばんにゃ、かわいいですねということでね、はい、だいたいいつものね、最初の方に書いてあるね、初聞きですっていう、のはヘッケルさんですね。そう、赤猫さんのこんばんには可愛いですよね。そう、私がどのテンションで読むかっていうのが問題ですけどね。はい、18番ヘッケルさん、17番ヤギさんへ、そうです。わだすが変なペッケロです。バレた？ということで。はい、ね、ペッケロだったり、ヘッケロだったり、ヘッケルだったり、いろいろ名前がありますけどね。19番 TT アトウサギさん、風呂なので入力困難、聞きに徹しますということで、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませですね。お風呂でゆっくり温まってください。お風呂で階段私もよくやるけどね、ジップロックにスマホ入れて録音してあるやつをね、いろいろかけながら聞いてますけれどもね、家族からはえらい不評ですけどね。20番よっこりーなさん、ヘッケルさん、ありがとうございます。この1年は辛かった。これからがもっと辛くなるんですけどね。仕事で緊急車両に乗ってますが、緊急車両通過しますというとき、どもっちゃったりするんで恥ずかしい思いをしたことがあります。でも、そうだよね。でも、よっこりーなさんってそういうお仕事なんだ。ね、でもあれね、なんていうの、アナウンスを録音してあるやつを流すわけじゃないですもんね。乗ってらっしゃる方が実際に緊急車両を通りますっていうので、言ってるわけだから、やっぱ詰まったり噛んだりとかっていうのがあるんでしょうね。私今まで聞いたことがないからわかんないけど、あるのかもしれないですね。ある意味貴重とかっていうと、不謹慎かもしれないけど、ね。まあ、そういうアナウンスを聞かずに、救急車なんかがね、走っていくのが、ああ、無事に着いたのかななんて、ちょっとほっとしたりとか、まあ、他人事ながら、ね、思ったりしますけれども。いや、知り合いにね、レスキューの人がいたんで、その人レスキュー隊に入る前はね、救急隊員をやってたんでね、やっぱりそういうお話を聞いたことがありますけれども、すごい、なんていうの、緊張感が半端ないっていうね。やっぱり、人の命運んでるものなんで、相当に緊張するっていうことは言ってましたけどね。今はもうね、レスキューの方も、現場からは引退しておそらく、後進のね、育成の方に努めてらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもね。はい。ですね、短時間ということなんで、早速、次のお話に移りたいと思います。今日はね、勘違いではなく、本当に水曜日なので、姉さんシリーズを2本ほど読ませていただきたいと思います。で、時間の様子を見て、もしかしたらね、もう1本ぐらい読めるかなっていうようであれば、もう1本読みたいなと思っておりますので、よろしくお付き合いいただきたいと思います。今日私が、ちょっと、口が、やばいぞ。噛み噛みかもしれないぞ。姉さんシリーズより、消える。俺には4つ年上の姉がいる。まあ一口に姉と称してはいるのだけれど、実際は血のつながらない義理の姉だ。義理の姉や妹というのは、世間一般から見れば萌えの対象であり、アニメや漫画、小説でもよく使われるパターンなのかもしれない。何年か前に上映された映画も、血のつながらない兄と妹の恋愛ストーリーをテーマとした作品だった。だが、期待を裏切るようで申し訳ないが、実際はそんなに甘ったるいものじゃない。他の家庭ではどうだか知らないが、少なくとも俺と姉さんの間では、漫画や小説のようなとろりとした蜂蜜のような恋愛感情などない。皆無だ。そもそも、姉さんは俺のタイプではない。だって、スキンシップが激しすぎるんだもんな。そりゃ一応指定なのだから、戯れ合いくらいはするかもしれないが、姉さんの場合は、戯れ合い方が常軌を逸している。猫耳セーラー服を着て、にゃんとかこびてみたり、ナース服を着て、お注射しますよとか、注射器を構えてみたり、ネットで取り寄せたブルマを履いて、体罰は禁止ですよ、とか言ってみたり。自慢するわけではないが、姉さんはすらりとした長身の美人なので、どんな服装でもさらりと着こなしてしまうんだが、言い方が可愛くないのだ。国語の教科書を機械的に読んでいるかのごとく、何の感情も込めないから。もっと愛嬌たっぷりに、少し恥じらいながら喋ってくれると、男心は大いに揺さぶられるのだが。いや、俺はこんな話がしたいわけじゃなかった。そうではなく、もっとシリアスな話がしたいのだ。あれこそ決して忘れてはならない事件なのだから。俺にしろ姉さんにしろ、一生背負っていかなくてはならない罪であり、重荷なのだ。なぜ急にそんなことを言い出したのかといえば、つい昨日の出来事だからである。人間の記憶力というものは曖昧で、かつ自分に有利なよう細部を変換してしまうこともできる。そして思い出したくもない記憶というものは、時とともに忘れてしまうこともできてしまう。正直、思い出したくもないことだし、できたら忘れてしまいたいとも思うけれど、あの事件の重要な登場人物となってしまった俺は、あの事件のすべてを語る義務があるのだろう。つらつらと、淡々と、粛々に、記憶が新しいうちに、洗いざらい白状してしまおう。つい昨日の朝方のことである。その日は月曜日で、俺は自室で学生服に着替えていたんだが、開花からチャイムの音が鳴った。それも妙に慌ただしく、何回も連打されている。誰だろう。両親はすでに出勤してしまったようで、対応する気配がない。姉さんも今頃は自室で、身だしなみをチェックしている頃合いだろうし、そうなると俺が出るしかあるまい。そう考えている間も、チャイムはひっきりなしに鳴らされている。一体何だろうと首をかしげつつ、あまり来訪者を待たせるのも失礼なので、はい、と言って玄関の扉を開けた。助けて、助けて、助けて。扉を開けた瞬間、一人の女の子が切羽詰まった表情で飛び出してきて、俺の胸にすがりついてきた。着ている制服から察するに、俺が通っている中学校の生徒だと思われた。助けてよ。ねえ、あなたのお姉さん、霊能者なんでしょ？早くお祓いとかしてよ。でないと、私も。ちょっと待って。落ち着いて。俺は女の子の両肩をつかむと、なるべくゆっくりとした口を心がけ、言った。助けてって、どういうこと？助けてあげたいけど、まず何がどうなって助けてほしいのか教えてもらわないと。あ、そっか、そうね、ごめん。女の子ははっと我に返ってか、すまなさそうに謝った。詳しい話を聞かせてもらおうと思い、とりあえず彼女に上がってもらい、リビングに通す。よう、朝っぱらから飯に引き連れて、何しよってんだ？リビングには先客がいた。右手に父さん愛用の実包のライターをもてあそびつつ、やたらとでかいタイトで、悠々とソファーに腰掛けているのは、誰あろう姉さんだった。姉さんは冷ややかな笑みを浮かべると、俺に実包などを突きつけながらつぶやく。どういうことなのか、説明してもらおうか。それから姉さんとは一悶着あったのだが、詳しく説明していると夜が明けてしまいそうになるので、あえて避ける。ただ、俺の前髪が少しだけ炎上したといえば、大体何が起きたのか分かってもらえるだろう。まあ、そんなことは置いといて。彼氏と、スイカズラ神社に行ったんです。佐々木彩香さんはそう語り出した。つい昨日、つまり日曜日の夜のことだった。らしい。佐々木さんは俺と同じ中学校に通う生徒だ。俺とはクラスが違うので、すぐには思い出せなかったのだが、言われてみれば、なるほど、どこかで見たことがある。おそらく学校の廊下なので、すれ違ったりはしていたのだろう。彼女は同じクラスの沢田という男子生徒と付き合っていた。彼は大層なオカルト好きで、主に心霊スポットや神社などにふらりと出向くのが趣味だったらしい。昨日も沢田は夕方近くになってから佐々木さんを電話で呼び出しこう告げた。スイカズラ神社へ行こう。スイカズラ神社とは、俺たちの住む町にたった一つしかない神社なのだが、不思議なことに一般客の参拝は許されていない神社だった。入り口にはしめ縄が施され、関係者以外の立ち入りを禁ずるという看板が設置されていた。なぜ一般の参拝が許されていないのかは知らないが、ちらっと聞いた噂によれば、何やらいわくのある神様を祀っていると聞いたことがある。そんないわくつきの神社になんて行きたくないと佐々木さんは訴えたが、沢田に半ば無理やり強制され、しぶしぶ向かったらしい。最初は境内を見て帰るつもりだったんだけど。悪乗りした沢田が神社の内部をも探検しようと言い出したという。この沢田という男、どんな奴だか知らんが、かなりのお調子者のようだ。いや、無鉄砲というか、後先を考えないタイプと言った方がいいか。もちろん社の入り口には鍵がかかっていたが、もう何年も人の手入れがされていないためか、引っ張ったりしているうちにガシャンと外れた。二人はそろそろと中へ入り、暗い車内を手探りで歩いた。そしたら、歌みたいなものが聞こえてきて。歌？佐々木の声が震え出した。親指の爪を噛み、落ち着かない様子でそわそわしている。子守歌みたいな、民謡みたいな、ゆっくりした音程で、でも何言ってるか言葉はわからなくて、でもだんだん早口になって、私怖くなって、そしたら沢田くんが、沢田くんの、小指が、消えたのか。佐々木さんの言葉を引き継ぐように姉さんが答える。佐々木さんは今にも泣き出しそうな顔をして首を縦に振った。小指の先から煙みたいなのがスーッと上がって、そしたら糸が溶けていくみたいに、沢田くんの指がスルスル溶けて消えちゃって、私怖くなって、彼を置いて社から逃げてきちゃって、沢田くんもびっくりして後から逃げてきたんだけど、沢田くんは？それから沢田はどうしたの？消えちゃった。佐々木さんの話によると、沢田の体はスルスルと煙のように溶けていき、小指から腕、肩、首、顔、胴体とどんどん消えていき、神社の入り口まで来た時には沢田の足首だけがぼんやりと残っていた。それを見た佐々木さんはそのまま家に逃げ帰ってしまったらしい。警察に行くことも考えた。でも、信じてもらえるわけないでしょ？人一人が急に消えただなんて、小指からスルスル溶けて消えましたなんて、誰が信じるものですか？だから朝になるのを待って、あなたの家を訪ねたのよ。あなたのお姉さんが霊能者だっていう噂を聞いてたから。佐々木さんは姉さんに向き直ると、精一杯体を前屈させた。お願いします。沢田くんを助けてください。それに、次は私が消えてしまうかもしれないし、だから、助けて。お祓いができるなら、お祓いし。沢田ってやつは手遅れだ。姉さんは、今までに見たことがないくらい真剣な表情でつぶやいた。佐々木さんの顔から一気に血の気が引いていく。あんたもすでに無事ではないよ。どうもさっきから獣臭いと思ってたんだが、あれが近くまで来てるからだ。俺は姉さんに、あれって何？と聞いたが、姉さんは硬い表情で首を振った。私も詳しい話は知らない。前に一度文献で読んだことがあるだけだ。スイカズラとは植物の名前として知られているが、それと同時に神様の名前でもある。スイカズラはね、人を食うタイプの神様なんだよ。神様が人を食うの？神様ってのは人間の味方とは限らない。日本には八百万といってたくさんの神様があちこちに存在している。スイカズラも一応神様として崇め立てられているけど、実際は神様ならぬ邪神なんだよ。人間を食うためだけに存在している神様だ。じゃあ、沢田が煙のように消えたのって、スイカズラに食われたんだよ。あれは人間の肉体どころか、その存在さえも食い尽くす。とりわけ歌を聴いたとなるとやばい。姉さんは立ち上がると2階に駆け上がり、おみきとろうそく、そして長い数珠を持ってきた。ろうそくに火を灯し、リビングの四隅に置き、佐々木さんに正座させ、数珠を持たせた。霊が取り付いているのであれば払うことができる。だが、相手は一応神様だ。だから払うことはできない。神様に太刀打ちはできない。いいか、絶対に喋るな。息もできるだけこらえろ。居場所を探られたらアウトだ。諦めて社に帰ってもらうまで、一言も口を聞くな。佐々木さんは目に涙をいっぱいため、こっこくうなずいた。俺は彼女の隣に正座し、寄り添う。姉さんは頭からおみきをかぶると、両手を組み合わせ、韻を結ぶ。時間だけが刻々と過ぎていく。特に怪しい気配を感じることはないが、姉さんは何か感じているようで、耳をそばだて、周囲を警戒している。佐々木さんはといえば、よほど恐ろしいのか、目をつむり、必死に両手を合わせて拝むような体勢をとったままだ。その時、突然家が揺れた。ガタガタとテーブルや食器棚が揺れ始める。姉さんが顔をしかめた。来た。もわっと、生臭いような獣臭いような不快な匂いがした。家中の窓や扉は施錠してあるというのに、この匂いの根源はどこなのだろう。佐々木さん、大丈夫？隣にいる彼女に声をかけたが、彼女はすでにパニック状態だった。周囲にせわしなく視線を巡らせ、半泣きだった。これはまずいんじゃないかと思った瞬間、佐々木さんがハッとして顔を上げた。歌が聞こえる。それを合図としたかのように、激しい揺れが嘘のようにピタッと収まった。姉さんがぎょっとしたような顔で佐々木さんを見る。聞こえる。あの時と同じ歌だ。同じ歌が聞こえるよ。ねえ、聞こえるよ。怖いよ。早くなんとかしてよ。歌が聞こえるの。ねえ、聞こえるでしょ？すぐそばから聞こえてくるでしょ？ねえ、ねえ、ねえ、あんたたちには聞こえないの？耳を澄ましてみるが、歌のようなものは聞こえない。その代わり、重苦しい閉塞感にも似た空気が、リビングの中を隅から隅まで支配していくのが分かった。キャー！佐々木さん！耳を塞ぎたくなるような、つんざくような絶叫を上げて、佐々木さんは自らの右手を凝視していた。白く煙のようなものが立ち上がり、彼女の小指はスルスルとほどけて消えていく。いやよ、なんで私まで。悪いのは沢田くんじゃないのよ。沢田くんがスイカズラ神社に行くなんて言わなきゃよかったのに。嫌だよ、消えたくないよ。佐々木さん。泣き叫ぶ佐々木さんに近寄ろうとしたところを制止された。姉さんが後ろから俺を抱きしめるようにして、苦々しく首を振る。近づくな。気に当てられる。もう手遅れだ。あの子はもう。でも！だが、確かに手遅れだった。ほんの一瞬の間に、彼女の上半身はスルスルとほどけ、煙のように消えていく。やがて腰から下もスルスルとほどけ出し、瞬きを数回しているうちに、彼女は足首だけの存在となった。その足首もスーッとほどけて消えていく。消えた。完全に佐々木さんは消えてしまった。俺はヘタヘタとその場に座り込む。ショックさえ通り越して何も言えない。ごめん。助けてあげられなかった。姉さんが悔しげにつぶやく。俺はやっぱり何も言えなくて、佐々木さんが立っていた場所を、呆然と見つめていた。続く。以上、姉さんシリーズより、消える、をお届けいたしました。はい、姉さんシリーズより消えるをお届けいたしました。やっぱりあれですね、カミカミになっちゃいましたね。しかも、文中に絶叫が入っているとか、確認してなかったしね、読んでてこうスクロールしていくうちに絶叫のギャーっていうのが出てきて、やばい、絶叫部分が入ってるどうやって読めばいいんだろうと思いながらね、読み進んでまいりましたが、はい、ちょっとね、今回の姉さんシリーズはかなりシリアスな内容となっておりましたね。はい。首がバキバキはい。では、レスの方に移らせていただきます。どこだ、ここだ。21番、赤猫さん。可愛いなんて言われたのは何十年ぶりです。実際は50近いおじさんですが。ね。まあ、ね、でもおじさんになってもおじいさんになっても、可愛い人っていますからね。まあ男性にあんまり可愛いってね、褒め言葉じゃないような気がしますけどね。でもね、年いってからね、可愛いばあちゃんになりたいなと思うけど、多分子に暮らしいばあちゃんになるんだろうなとか思いますよ、自分のことはね。22番、ヤギさん。ヘッケルさん、志村けんのモノマネ受けました。笑。受けすぎてお腹が痛いです。爆笑ということでね、先ほどのご挨拶ですね。23番、あかねこさん。緊急車両何遍か乗せてもらったことがあります。あ、パトカーじゃなく救急車の方ね。ということで。ね、私もね、幼少期に一度だけ救急車乗ったことありますけれども。ね、もうね、小学校上がる前だったかな。ただ結構記憶が曖昧ですけどね、相当に、緊迫した空気が流れていたっていうのは覚えてますけどね。あんまりね、何度もお世話になりたい、ね、そういう何度も経験したいことじゃないですけどね。24番ヘッケルさん、21番赤猫さんへ、おう、同級生かも、にゃっかまーかも、ということでね、大体こうね、ここら辺、私と赤猫さんとヘッケルさんと、整理整頓の人さんは、ほぼ同年代じゃないかなというような気もしますけどね。はい。25番、ヤギさん、赤猫さん、十分可愛いです。ということでね。はい。よかったですね。26番、あやかしさん。なんだっけ、ファーストラブ歌ってください。あやかしさんのことは聞きたいです。昔歌ったことあります。今の会社にまだ現役で勤めてた頃歌ったことあるんですけど、あれはね、難しい。あんまね、歌得意じゃないんで、リズム取りというか音程取りというかね、非常になんか、難しかった記憶がありますね。もう、歌わないなぁ。あんまね、人様にお聞かせできるような、どちらかっつったらね、下手な方の部類に入るんでね。はい。27番、ヘッケルさん。あれケビちゃんも来てたはずなのに。ああ、俺が仕掛けた落とし穴にはまって出てこれないんかな。よっこりーなさん助けに行ってあげて。人に丸投げするし。人に丸投げするし。本当にケビさん来てないな。28番、ヤギさん。ヘッケルさんとアカネコさん最高ってね、褒めてもらいましたよ。29番、ビチビチオさん。こんばんは。皆さん盛り上がってますね。楽しませてもらいます。ということで、はい、盛り上がってますよ。私の知らないところで盛り上がってますよ。はい。こんばんはです。ゆっくりしてってください。30番、天からさん。あ、やってた。今から聞かせていただきます。ということで、いらっしゃいませです。ありがとうございます。ね、今日もね、ちょっと短時間の配信になりますけれども、ゆっくりしてってくださいませ。31番、ヤギさん。ケベさん。私が呼んでも仕方ない。ということでね。ね、多分ね、隠れてこっそり、聞いてると思いますよ。32番、ヨコリーナさん。要救助者2521名。ケベさんは発見できません。みんなこのネタで遊びすぎ。ね、252ね、懐かしいね。映画見に行ったよ。33番、ヘッケルさん。うわぁ、こんだけ皆さん来てくれたら、ギャーってびっくりしたやんけあ、続きや。短時間放送なんてもったいにゃいんちゃうということでね。続き読むよ。続きの方がね、ちょっと短いっぽいですね。先ほどのね、消えるの前編の方が、ちょっと長かったんですけれども。まあ、後編、続きの方はですね、大体の目安で5分で目読できるよというふうに出てましたんで、おそらく声出しで読んで10分ほどじゃないかなというふうに思いますね。うん。それ大体ね、目読の倍ぐらいの時間がかかるんで。34番、黄色い羊さん。消える話ならあったなぁと思い出す。主に神罰系のお話。絶叫で起きた。すいません。ねえ、この時間なんでね、絶叫どうしようかなって思いましたけどね。ほら、あれが使えれば、効果音が使えれば、ここで、サウンドの中からね、女性の絶叫っていうのを引っ張り出してもよかったんですけど、うちサウンドボードがないんで使えないんですよ。ノートから配信してるんでね。いつかね、ちょっとそういうのを使えるようになりたいなというふうに思いますね。すいませんね。せっかく寝てたのにね。35番、横里奈さん。いつも出場の時は緊張しまくりです。そりゃそうだよ。ねえ。ね、何がどうなるかわかんないですから、そりゃ緊張しますよね。ちなみに私はいつもね、放送開始のボタンを押すのに緊張します。まあ、どうでもいいや。36番、ケベさん。13番。でね、13番で挨拶したよーっていう、ご挨拶したよーって、そう、ご挨拶したけど、その後潜っちゃったから、あれいたはずなのにっていうので、皆さんに呼ばれてますね。ケベさん愛されてますね。37番目の迷い人さん。ヘッケルさんとギョーンさんのやりとりは最高です。あと常連の皆様がいい方でいつも楽しいですってね。はい、ありがとうございます。おかげさまでね、私は本当リスナーの皆さんに恵まれてまして、放送してる方もね、非常にレスで楽しませていただいております。いやもうね、これがなかったら私あれですよ、正直1年ちょっと放送続けてないですよ。うん。いやもうね、こればっかりは感謝しても感謝しても感謝しきれないですね。本当に放送を始めたね、去年、おととしの10月か、に始めましたけれども、もうね、全然、ソフトの使い方もわからない、機材もわからない状態で放送始めて、で、もう、ノイズが入りまくるのをどうしようとかね、音が途中で切れちゃうのどうしようとか、いろいろあたふたやりながらやってたのをね、いろいろ教えていただいて、こういうの使った方がいいよとか、ね、こういう風にしたらいいんじゃないとか、こういうソフト使ってみたらっていうのをね、いろいろ教えていただいて、やっとここまでです。ね、こんだけ1年ちょいやってて、読みの技術の方は上がったのかといえば、ほとんど変わらんというね。初期の頃の方がまだ良かったんじゃないかっていうような感じがしますけどね。はい。ね、本当にいつも、放送を待っててくださる、聞いてくださる皆様に感謝ですね。38番、ケベさん。まあ、来なくてもあやかし語りのアーカイブに僕の名前が載るんですね。ちょっと嬉しいです。ハート。ということで。そう。残りますよ。うん。みんながね、一生懸命読んでるのがね、アーカイブに残りますね。39番、グリコさん。今日も明日も明後日も寝付けを変えるだけの簡単なお仕事が続きます。もう、1円がびっくりするぐらいなくなってくるって。あ、そうだよね。もう昨日から、そうだよね。まだ2日だから、昨日からですよね。100均なんかに買い物に行くと、ね、105円のものが108円になって。ジャストで出せればいいですけどね、こっちもお財布に小銭があって、ジャストで出せればいいけど、なかなかね、そんな入ってないから、どうしてもね、200円で出して、お釣りをもらったりとか、110円で出して、2円お釣りをもらったりとか、もうびっくりするぐらい、1円玉が、お財布の中にも溜まってきますよ、お釣りもらうとね。わしわし溜まってきますけれども。お店側はそうですよね。これまでほぼ使い道のなかった1円がガンガン消えていくという、そんな感じですよね。今、あちこちでなんかね、サーバーがダウンして、お店が開けられなかったりとか、商品のね、値札の付け替えが間に合わなかったりとかで、いろいろ混乱をきたしてるみたいですけどね。そうだ、新聞代が上がるんだよ。新聞代がね、やったら半端な値段に上がるんだよな。端数出てくるんだよね。あれね、ジャストで用意しないと大変だろうな、集金に来てくれる人。まあね、それに慣れていけば対応できるようになるのかもしれないですけどね。40番ヘッキリさん。あ、ケビちゃん。自分で自分で這い上がってきたわ。一安心、ほ。ということでね。大丈夫だよ。それ心配しなくても大丈夫だよ。ケビさんだもん。戻ってくるよ。うん。はい。ではですね。もう12時じゃんよ。もう今ね、私の方の時計で23時55分ですね。もう1本読んで、ラストに短いの1本読んで終わりにしようかな。はい。ではですね、霊山シリーズ、消えるの続きを読ませていただきたいと思います。霊山シリーズより消える後日談。前回の事件から1週間が経過していた。その間俺が何をしていたかといえば、家に引きこもっていた。自室のベッドから降りることができず、日がな一日ずっと寝ていた。そこまで親しい仲ではなかったとはいえ、自分に救いを求めてきてくれた相手を救えなかった。助けてあげられなかった。何もしなかったし、何もできなかった。見殺しにしたと同じだ、これは。どんなに悔やんでも、もうどうすることもできない。神様相手に歯向かおうとするから、それこそ罰が当たったのだ。はぁ。佐々木さんが遭遇した神様、スイカズラ。人の肉体どころか、存在すらをも食い尽くしてしまう、横島な神。スイカズラに食われ、食らい尽くされた佐々木さんは、確かにその存在ごといなくなった。中学校に連絡を取ってみても、そんな名前の生徒はいないと言われるし、佐々木さんの実家にも電話してみたが、やはり同じことを言われた。ちなみに沢田もまたしかり。佐々木さんと沢田は、それこそ最初からいない存在であるかのように、この世からさっぱり消えてしまった。はぁ。へこむな。へこむどころじゃない。陥没だよ、これは。神隠しじゃあるまいし、人が2人もいなくなったことに誰も気がつかないなんて、それこそ恐怖だ。ベッドの上で何度目かの寝返りを打つ。そろそろ学校にも行かないといけないのだが、どうしても行く気にはなれない。はぁ、と3回目になるため息をついたとき、自室のドアが壊れるような勢いで開けられ、姉さんが仁王立ちしていた。巫女姿で。どこから突っ込めばいいんだ？こういうとき、なんて言うのがベストなの？誰か教えてくれ。いつまでいじけてやがるんだ。それでも男かてめえは。巫女さんらしからぬ乱暴な口調でそう言うと、姉さんはズカズカズカっと足音を鳴らして部屋に入り、俺の前に立って腰をくねらせポージング。なんかすげえ迫力だ。どうだ、お姉様の巫女姿はなかなかのもんだろ。ネットで買ったんだ。うん、まあ、そうだね。なんだその味気ない反応は。場合によっちゃ舌を引きちぎるぞ。あのね、巫女さんとか確かに素敵なんだけどさ、素敵すぎるんだけどさ、真顔でどうだとか言われても、いまいち燃えないんだよ。もっとこう、恥じらったりすると可愛いかなーって。恥じらう？姉さんは少し考えた後、両手で顔を覆い、頭を振った。いやん、あんまり見ないでください。恥ずかしいわ。こんな格好したの、あなたの前でだけなんですよ。こんな感じか？姉さん、セリフだけ変えたってダメなんだ。分かってくれ。そのセリフだけ聞けば確かに恥じらっているんだろうけど、棒読みなんだって。感情がこもってないんだって。ついでに言うと、顔を覆っている指の隙間から見える眼差しが怖い。クソ、こそばゆい。私にこんなことさせんな、バカ。それより支度しろ。早く行くぞ。行くってどこに？姉さんはにやりと笑った。落とし前つけに。数十分後、俺と姉さんはスイカズラ神社の前に来ていた。まだ昼間だというのに、神社内は薄暗く、名前も知らない鳥が薄気味悪い鳴き声を上げて上空を飛び回っていた。姉さんがわざわざ巫女の衣装に身を包んでいるのは、この神社に来る予定でいたからだそうだ。確かに神社といえば巫女さんというイメージがあるし、姉さん曰くイメージというものはとても大切らしい。人間はイメージに感化されやすいからな。巫女のイメージを強く持てば神様を近くに感じやすい。巫女というのは古来より神様の嫁として自らを捧げた乙女のことなんだよ。そう言いながら姉さんは参道の端を歩く。俺も姉さんの後ろについて歩いた。参道の真ん中は神様の通り道なので、人間は隅を歩かなくてはならないそうだ。社の前に着くと、姉さんは頭を2回下げた。俺も慌ててそれに倣う。ねえ、何しに来たの？姉さんは落とし前がどうとか言っていたが、今さら神社に再来して何をしようというのだろうか。またしても神様相手に喧嘩しようってんじゃないよな、と不安になってくる。いやな、今日の朝までは社にガソリンでもぶっかけて放火してやろうと思ってたんだけどな。姉さんは涼しげ物騒なセリフをさらりと口にした。それは放火罪という立派な犯罪じゃないか。俺の背中に戦慄が走る。家族から犯罪者が出るのってかなり嫌だぞ。神様はね、社を持たないと力が発揮できない場合があるんだよ。社は神様が神様でいられる場所なんだ。人間が信仰に基づき作ったものだから神様の力の根源でもある。それを燃やしちまえば神様だって少しはダメージ食らうんじゃねえかなと思ったんだけどさ。それで落とし前つけようと思ったけど、やめにした。姉さんは懐から小さな鈴を取り出した。その鈴は赤い紐で結ばれており、神社でよく売られている魔除けのキーホルダーみたいだった。所詮人間が神様にかなうはずがない。それくらいは私にもわかる。触らぬ神にたたりなし。要は人間が注意するっきゃないんだ。神様にまつわる場所に近づいてはならないし、まして汚してはならない。神様には人間の道理や理屈は通じないんよ。だから神様を恨むなんて筋違いなんだ。そう言いながら、姉さんは赤い紐のついた鈴を供え物でもするかのように、そっと地面に置く。その鈴は何なのか、と尋ねると、姉さんはこともなげに答えた。ちょっとな。詳しくは言えないが、封印というか、結界代わりの鈴だよ。これでしばらくは大丈夫。被害者は出ないだろう。お前、その鈴に触るなよ。位置も動かすな。言われなくとも誰が触るもんか。鈴から距離を取るように後ずさると、姉さんが俺の頭をポンと叩いた。もうこの一件は忘れろ。お前が責任を感じることじゃないんだよ。それだけ言うと、姉さんはくるりと回れ右をした。来た時と同じように参道の隅を歩き、入り口の方へと引き返していく。俺は最後にもう一度、社を見上げた。佐々木さんと沢田がかつてこの神社を訪れたとき、歌のようなものが聞こえたと言っていたことをふと思い出す。じっと耳を澄ませたが、やはりそんな歌は聞こえない。念のためにと自分の体を余すところなく点検してみたが、糸のようにスルスルとほどけてはいないようだ。ただ、先ほどから感じていたのだが、近くの木立の陰から、目も鼻も口もない、のっぺりした顔立ちの巫女姿の何者かが、こちらをじっと見ている気がするのだが。まあ、これには気づかないふりをしておこう。以上、姉さんシリーズより、消える、後日談をお届けいたしました。はい、本日3本目のお話、姉さんシリーズより消えるの続きですね、後日談ということで読ませていただきました。まあね、何が解決したというわけではないですけれども、一応ね、お姉さんが、その神様にこれから先出てくるなという結界というか境界線のようなものを作って、まあ一時的には被害が出ないように抑えたということらしいですけれども、まあね、人間が神様相手にどうこうできるなんていうのは、妄想の中だけですよ。うん。ね、結局、まあね、このスイカズラという神様ですけれども、まあ実際、古事記ですとか、日本書紀、史記などの上にはおそらく出てこない神様だと思います。ね、この方が考えられた、架空の神様ではないかなというふうに思いますけれども、ね、一般的に知られてないだけで、確かにね、悪鬼ですとか、邪神という形で人間に災いをなす、魔がつ神というのは日本の中でも存在が認められているわけですから、こういった神がね、いないとは限らない。で、また鎮めるためにね、もしかしたら、まあ、どこか、いわくのわからない、縁起の定かでない神社に祀られている可能性もあるかもしれないですよね。では、レスの方に移らせていただきます。どこだ。あ、ここだ。41番 Y さん、そろそろでしょうか。では、はじめまして、初劇です。配信はあと何時間くらいでしょうか。楽しみに聞かせていただきます。ということで、いらっしゃいませでございます。最近の流行りですか最近の当掲示板の流行りですか、常連さんが初劇レスコールをするというのは一応ね、まあ、私もね、常連で聞きに来ていただく方のお名前は、ある程度は覚えてますんで。記憶力にはね、あまり自信がないんですけどね。まあ、大体の方、ああ、今日も来てくださったんだなぐらいには覚えてますんでね。皆さんの、初聞きです、コールは。最近の流行りみたいなね、感じがしますけれどもね。あとは30分ぐらいです。バッサリ言いますけど、あと30分ぐらいです。はい。42番ヘッケルさん、40番ヘッケルさんへ、自分でね、自分ペケ、自分丸でした。パンチミスということで、自分っていうね、何時何分の方の自分になってたんですね。はい。43番、アスラさん。こんばんは。今日もお仕事ながら聞いてますよ。ということで。はい、いらっしゃいますが言えなくなった。こんばんはです。いらっしゃいますです。ね、お仕事を頑張ってくださいませ。こんな時間まで大変ですよね。本当にね。44番、よっこりなさん。今月、救命士運用前に病院研修行って頑張ってきます。応援してくださいね。ってことで。応援しますよ。もうね、ほんと応援ぐらいしかできませんけどね。もう本当にね、あれですよ。埼玉のね、我が家スタジオから、念を送ります。頑張れ。少しでも足しになるんだったらね。はい、応援させていただきますので、頑張ってください。あ、45番ひねさん、どうも、先ほどはリツイありがとうございます。聞かせてもらいますね。ということで、はい、ありがとうございます。こんばんはです。いや、もう目についた時にしかできないんでね、あっとか思って、準備してたらね、ちょうど、ポップアップで、ヒデさんのね、サルメンの本読みがポッと出てきた。あ、今から始めるのかと思って。で、ツイッター見たらちょうど、ツイートが流れてましたんで、リツイートさせていただきましたけれども。ね、私も散々皆さんにはお世話になってますんでね、せめてもの恩返しでございます。でも、あともうちょっとですけどね、ゆっくりしててくださいませ。46番グリコさん、大人 DVD、おもちゃを買う人は、端数を大体出さないから、イライラしながらレジをしています。顔は愛想笑いで。いや、そうだよね。細かいの用意してこいやって思いますよね。でももうね、あれです。昨日からなるべく細かいのはね、出すというのを心がけてますけどね。だからといって私の財布の中にも無尽蔵に1円が入ってるわけじゃないんで。でもね、やっぱちょっとね、ちった細かいの用意してこいよっていうのは気持ちはわかりますね。レジやってた頃は散々思った。58円の分度器をね、1万円で買われたことある。断ったけど。で、3万円のね、あれはヘルメットだったかな、バイク用のヘルメットだったかな、3万いくらかのやつを全部小銭で払われて、断ろうかと思ったの、もうダメですって言おうかと思ったんだけど、いや、お札持ってないからって言われて、しょうがないからもうその人で一旦レジを止めて、一生懸命数えた記憶がありますね。数えてるそばからその、お皿があるじゃないですか。お金を出してもらうお皿にね、数えてる端から、こう、ビニール袋からこう、お金を掴み出して入れるんですよ。10円玉とか100円玉とか。で、これ、意外と知られてない方が多いんですけど、同一硬貨って20万以上は受け取りを拒否できるんですよ、お店側で。で、例えば自販機なんかでね、買うときに、20枚、10円玉を20枚とか入れると全部戻ってきますから。単一硬貨は20枚まで。それ以上になると計算をミスってしまう可能性があるのと、お客さんがね、これ20枚ありますからって出した時に、20枚ないこともあるんで、お店側はね、それ拒否していいっていうことがあるんですよ。で、あと、あまりにも小さい金額のものを、1万円大きい高額紙幣で買い物するっていうのも、お店によっては断っていいっていう決まりがあるそうです。で、気をつけてくださいね。せめてね、何かと何かをプラスして、ちょっと金額を大きくしてから、すいません、ちょっと細かいのがないんでって出される分にはこちらも気持ちよくね、はい、わかりましたって、こう、レジできるんですけれども、それだったら、花からね、サービスカウンター行ってお金崩してもらってっていうふうな気がしないでもないのよね。私が勤めてたお店では、それはダメっていうのが、断っていいっていうのがマニュアルでしたね。だから断ったらすげえお客さんに文句言われましたけど、サービスカウンターでどえらい文句言ってましたけどね。はい。で、私はレジの中で、だって断っていいんだもんとか思ってやってましたけどね。はい。47番ヘッケリさん、44番よっこりなさんへ、当たって砕けろってか、当たっても砕けちゃいかんよ。当たったらよじ登ってでも乗り越えてね。回り道でも迂回してすり抜ける。急がば回れってこともあるしね。頑張ってくださいね。応援してます。うっしっていうことでね。そう、ほんでね、リスナーさんみんなでね、応援してますんでね。頑張ってください。48番、八木さん。あやかしさんのリスナーさんは本当にいい方ばかりですごく楽しいです。グリコさんだってね。そうそうそう。掲示板によってはね、小手半禁止っていうところなんかもありますけれども、うちの場合は、どなたが来てくださっているのか、やっぱり自分で把握したかったんで、小手半推奨ということでね、だから、この人また来てくれたんだとか、あ、この人初めてなのかなっていうのをね、小手半で判断できて、私が自分一人でウキウキワクワクしております。49番、あかねこさん。こんな時 T さんなら、はぁって終わりなんだけどね。出た T さん。ね、この世の怪談朗読 DJ たちをことごとく笑いの恐怖へ突き落とすという伝説の T さん。あれはね、アーカイブを聞いていただくとわかりますけどね。あれを私は笑わずに読めないという。ね、読んでてね、なんで私こんなの読んでるんだろうっていう疑問がふつふつと湧いてくるんですよね。T さんね、自分で目録する分にはいいんだけどね。50番ヘッケリさん、46番グリコさんへ、大人 DVD？ おもちゃ？俺明日誕生日ってことにしたんだわ。だからそれプレゼント送ってくれる？誕生日ってことにしたんだわってそんないきなりざっくりしてるね。どうしようかな。短編一本探さおうかな。ではですね、新着の方からですね、怖い話じゃないよ。なんだっけ。あ、短編を一本、ちょっと探してきますので、しばしね、皆さん、間違えた。休憩してくださいって言おうと思ってマイク切っちゃって何してるよ、私。今ね、急いで探してきますんで、少々お待ちくださいませ。はい、戻ってまいりました。で、最近ね、コアバナさんに上がってる新着の短い話はね、なんかちょっと怖い系っていうよりも悪乗りしてる系が多いんだよね。中編長編っていうのは、結構しっかりしたものが多いんですけど、短編はね、なんだろう、怖い話っていうよりも、なんかちょっと、やらかしちゃった系とか、ちょっと行っちゃった人系のお話がね、多かったりで、なかなか、これはっていうのがないんですけれども、ラストにね、一本短いお話を読ませていただきます。ノック。別にどうってことない話なんだけどさ、友達の家に行った時の話なんだけどさ、友達がノックして仕返したら開けんなよって言ってて、おかしなこと言うやつだなって泊まりに行ったメンバーで話してたんだが、夜酒飲んでたこともあってトイレ行きたくなったのね。で、トイレ行ったら電気のスイッチつけようと思ったら、スイッチ入ってるから、ノックしたら帰ってきたから、ああ、入ってるのか、と思って、リビングでテレビ回してたんだけど、なかなか出てこないからトイレに行って、またノックしたら今度は帰ってこなかったので、鍵かかってるから、誰かトイレの中で寝やがったと思って。慌てたんだけど、コインとかで一般の家のトイレって開けられるんだ。で、開けてやろうと思って開けたらさ、誰もいないんだ。テレビ見てるリビング通らないと、みんなが寝てる部屋に行けないのにさ。ちなみに泊まりに行った奴の家は、そいつ一人暮らしだし、そいつもみんなと同じ部屋にいたんだわ。そいつの言った通りにノックしないで、開けてたら中はどうなってたんだろうな。後で聞いたんだが、開けると女の人がいるんだとさ。どうやってその結論に至ったかは知らないが、トイレ流すとタンクの上に蛇口みたいのがついてて、水出てくるやつあるじゃない？そこでずっと手を洗ってるんだってさ。以上、ノックをお届けいたしました。これ。ごめん、自分で選んで自分で読んだけど、なんだこれあのね、すごいなんかね、誤字脱字っていうのとまたちょっと違うな。なんだね、文章書き慣れてない人なのかな、こう言っちゃなんだけど。話し言葉で書いてるから余計にグダグダ感が出てくるのかもしんないけど。なんかね、同じようなことをやったんだけど、これやったんだけど、これがこうなっててね、みたいな。チョイス失敗したな。うん。すいませんね。これ私のチョイスミスですね。本当はね、もう一本こう読みたいなと思ったのがあったんですけど、長いんで、今回はちょっとね、次回に回そうと思って、読まなかったんですけど、チョイスミス、これラストに持ってきた私がアホだった。もやっとする、もやっとする。もやっとする、もやっとする。今22分か。もう一本、もう一本、もう一本ちょっとなんかすっきり終わりたい。もう一本読んですっきり終わりたい。なんかないか。1時間か1時間半でね、終わりにするって言ってたからね、うちのジュニアが怒って出てきた。まだやんのかって。うるさいか。一本読む。今、ジュニアに、そんなにもやっとしててスッキリしたいんだったらもう一本読めって言われたんで、ラストにもう一本読みます。なんかないかな。なんかこう、自分で、もう、よし、ラストにいいの読んだっていうようなのないかな。で、なんか最近、あんまりクオリティのいいのがないんだよな。よし。よしよしよし。よし、オッケー。見つけました。見つけました。はい。じゃあね。これが本当にラストですって、まだね、ラスト詐欺みたいになってますけどね。これ、ラストに本当に一本読んで、レッスンを読んで終わりにいたしましょう。仕事先で。俺は社会人なんだが、仕事柄何かと人の死にまつわることに関わるんだよね。ああ、別に怪しい仕事じゃないよ。まあ、職罰の方針で公にできないってだけ。そこは了承してくれ。事の始まりは仕事先でなんだけどさ。まあ、夜中に作業することもあるわけ。しかも山の中で。その日も夜中の山中で作業してたんだけどさ、ある場所でさ、不意に変な声が聞こえたわけ。わーだか、あーだか、まあそんな感じの声がね。時間は夜の10時から10時半だったかな。俺びっくりしちゃってさ、そこでの作業を急いで済ませて、少し離れたところで作業してた上司のところに話しに行ったんだよね。俺、〇〇さん、さっきそこで変な声聞こえたんすけど。上司、声？どんな？俺、わーだか、あーだかみたいな感じで。上司、それ、おめえじゃねえの？何気にひどく失礼なこと言うなぁと思いながら、俺、いや、俺じゃねえっす。まあ最初はこんな山ん中ですし、熊かと思ったんすけど、見てみたら何もいないですし、気味悪くて。上司、気のせいじゃねえか？俺、そうっすかねえ。上司、まあ、あんま気にすんな。とりあえず作業再開するぞ。みたいな感じで、その日は終わったんだ。でも事件は翌日に起こった。その日、山中で車中泊してたんだけど、翌朝に上司が青ざめた顔しててさ、どうしたのか聞いたんだ。したらさ、上司、なあ、怖いっつうか、ゾッとする話があるんだけど、聞きたい？って言ってきたんで俺は、え、なんすか？聞きたいっす。って言ったんだ。そしたら上司が、おめえ、昨日変な声聞こえたっつってたべ。実は俺の上司から聞いた話でさ、昔あの周辺で事故で死んだ人がいたらしくてさ、その人の墓があるらしいんだよ。俺はその話を聞き入っていた。そしてこの後、聞かなきゃよかったと思うほどの事実が告げられる。上司、その墓の場所っていうのがな、お前が作業してた目の前だったんだよ。以上、仕事先でお届けいたしました。はい、ラストのね、仕事先でという短めのお話を一本読ませていただきました。まあ、読んでてね、結末は皆さん思いついたんじゃないかと思いますけど、まあ、ベタな感じの短編ですね。まあ、ベタはベタなりにスッキリ終わるからいいやという。おかげさまでね、心の中のもやっと感が晴れました。よし。ね、ではね、レスを読んで終わりにさせていただこうと思います。51番ケベさん、初聞きコールはね、あちらこちらで流行ってますよって、マジですか？あちらこちらで流行ってますか？最近あんまりね、人様の放送をお邪魔して、レスにコメント残したりしないんでね、録音で撮って、後で聞いたりすることが多いんで、気がつかなかったんですけど、そうか、あちこちで流行ってんのか。52番グリコさん、ヤギさんこんばんはです。それと皆さんレジでは1円あれば出してあげてください。端数が消えるとレジがしやすい。以上、店員の愚痴でした。ねえ、あるよね。ね、もしね、お財布の中に小銭があったらめんどくさがらずに出してあげてください。53番ケベさん、1円玉といえばドンキホーテは4円までレジに置いてあるやつ使っていいんですよね。そうそうそう。ね、箱でしたっけかなんかにあるんですよね。足りないときにはこちらからお使いくださいっていうの、4円まではそこから出していいよっていうのがあるんでしたね、確かね。うちの近所昔なんか、2円とか足りないときには使ってくださいっていうのがあった気がしたけど、今やってないな。今やらなくなっちゃいましたね。ドンキホーテ行ったことないんだよね、買い物に。TTA、54番 TT アットうさぎさん。風呂出て吹いてたらスピーカーからキャーっと。旦那が起きると焦ってスピーカーを止めたらなぜか、レディオトール。アプリのメニューからあやかし語りが消えてしまっていた。やっとメニューから表示されて聞けるようになったら、以上消えるでした。という、ギョワンさんの声が。消えるだけに。消えるだけに。ね、叫ぶとこね。なるべくね、普段は叫ぶ箇所のない話を読むんですけどね。夜中なんで。さすがに今日はちょっとチェックミスが多かったですね。ね、姉さんシリーズ読まないわけにもいかないし、あともうちょっとでコンプリートできるのかな？まだ続々あるのかな？今ね、姉さんシリーズをどこまで読んだかわからなくなっちゃったんで、後で全部ピックアップして何を読んでないのか調べとかないとダメだなって思ってるんですけどね。ね、アプリも消えてしまいましたというようなオチですね。55番グリコさん、50番ヘッケルさんへ、住所がわかれば送りますよ。たまに100円で全部支払う客がいますが、笑顔で無理ですと言って終わりです。ね、そうだよね。あれね、レジがミスるし、レジのね、トレイがガコンって落ちることがあるんですよ。小銭あんまりいっぱい入ると。大変だから。できれば、ね、良識の範囲内で払ってくれると嬉しいなっていう元店員の愚痴でした、56番 TT アとうさぎさん、他の掲示板では語りの人が出るんでしょうねってね、あれね、小手半と小手半禁止のところとね、そうそう、そういうこともあったりするんで、小手半は使わないでくださいっていう DJ さんも多いみたいですよね。うちも最初の頃は全部、迷い人でやってたんですけれども、どうしようかなと思って、で、どんな人が書き込んでくれてるのか知りたいなと思ったし、まあ、そんなね、変な風な感じにはならないだろうなっていうのがあったんで、もうね、なったらなったりいいやという、そんな感じです。おかげさまでね、特に大きな問題もなく、一年ね、続けてこられましたんで、これからもね、この形は続けていこうかなというふうに思っておりますね。そう。57番ヘッキリさん、55番グリコさんへ、ですね、ヤッホー、ここに書いとくねーって、いかんいかん、住所さらしたらあっちこっちからラブコール来てしまうやんっていうね、住所さらしたら着払いでいろんなものを送りますよ。ダメですよ。ね、58番よっこりーなさん、頑張ります。みんな応援してくれるんで嬉しいです。今日もパワーもらえた。ギョーンさん、今日も忙しいとこお疲れ様でした。ありがとうございましたって方でね、はい、少しでもね励みになれば嬉しいです。またね、なんか明日、今埼玉の方はね夕方から雨降ってきてましたけれども、明日雨降ったりするところも多いようですし、またそこからね、次の日ぐっと晴れて気温が上がったりなんていうこともありますんで、ちょっとね、風邪ひいて体調崩される方も多いみたいですから注意してくださいね。59番、あかねこさん。食品の現金おろしで配達してたとき、自販機いっぱいある酒屋さんなんかが支払いで小銭持てないくらいもらったことありましたね。4万円の支払いで小さいレジ袋いっぱいに10円5円で。最悪やん。袋破れるし、それ。でも自販機か。そっか。そういう酒屋さんか。で、困るよね。満単位小銭でもらうとね。ちょっとね、悲しくなっちゃうね。60番グリコさん、57番ヘッケルさんへ、残念！部屋の DVD の処分ができそうだったのにってことでね。なんかそういえば、うちのジュニアに送るとかっていう話があって、グリコさんが DVD 処分したいから送るよみたいな、ありましたね、昔ね。確か、丁重にお断り申し上げましたが。大人のだよ今ここでね、その DVD の話をしてましたよね。起きてきたジュニアがちょっと食いついて、なんで自分にこう確認しないうちに断るんだよっていうことだったんで、大人の DVD だよって言ったら、はいっていうね、それはどういうことですかみたいな答えが返ってきましたけれども、大人の DVD ですよ。うん。はい。ね、ということでね、さっさと寝てほしいなと思う、母でした。はあ、61番目の迷い人さん。なんか T さんシリーズ聞きたくなってしまいました。最後のはぁが、そのなし崩し的なところが好きですってね。すべてをはぁでぶち壊していくね。そして後始末も何もせずに去っていく T さんというのがね、素晴らしい、強心臓の持ち主だなと思いますけれども。結構ね、いろんな方が読まれてますんでね、探してこう聞き比べてみるといいかもしれません。淡々と読まれてる方もいらっしゃいますし、もうね、私のように笑いをこらえながら読んでらっしゃる方もいるんじゃないかと。先ほどね、コメントを書いていただきましたひねさんも、以前、別の DJ さんとコラボで、寺生まれの T さんシリーズで壁殴り代行だったかなか何かを読まれてね、読み終わった後に、激しい、こう、脱力感というか、虚しさに襲われたという、ことをね、教えていただいたことがありますけれどもね。62番、グリコさん。トイレの中に女性？嬉しすぎるハプニングっていうね。嬉しそうだよね、うん。そこに行き着くまでがね、文章がわけわかんない。63番目の迷い人さん。シャルコアですか？時たま全く意味不明なのがありますね。ってね。そう、これはね、コアバナサイトさんという、かなりでっかい、まあ、ホラーテラーの、なんていうかな。ホラーテラーが、夜にね、サーバーダウンするようになった頃から、ぼちぼちと活動し始めた、怖い話系の、サイトですね。現在ね、総数が 16,598 話ありますね。結構最大手の、そういう怖い話の投稿サイトですね。なんですけれども、やっぱそれだけ数があるもんですから、中にはね、全く意味がわからないお話ですとか、それは怖い話じゃねえだろっていうようなものも投稿されてたりするんでね、ちょっとそこら辺を入り分けるのが結構短時間では難しかったりしますね。これはと思って選ぶんですけど、最後まで読んでオチまでたどり着くと、これ読むんじゃなかったみたいなね、もありますからね。64番、ヤギさん。ケベさん、戻ってきてくれてよかったです。あやかしさん、お疲れ様でした。またの名前、ひかるちゃん。ダメです。あやかしさんのリスナーさんもありがとうございました。先に言っておきますね。っていう方でね。はい、ありがとうございます。ひかるちゃん。それはもうあまりにも恐れ多いんでね。忘れてやってください。65番目の迷い人さん。こんばんは。今から聞きます。よければこれどうですか？出た、これから聞きます。これなんだろうね。ニュース、13オーバー、心霊。ちょっと怖いことがあったから聞いてくれ。女の人関係か。ほう。ちょいと長いの。ちょっとこれ、ぶっくましておきますんで、また、いつかの機会に読ませていただきます。解散サイト、完了。はい、ブクマ完了。ブクマしておきました。はい、ありがとうございます。66番、ヤギさん。ジュニア君、入学おめでとう。ありがとうございます。今、ここで、片手を上げてね、眠そうな顔しながらありがとうございますって言ってます。はい。67番、ヘッケルさん。ジュニア起きてきたん？一緒に放送したら？久しぶりに声聞きたいわ。クールなやりとり、すごく好きなんだわ。ということでね。いや、後ろで、いやって手振ってますんでね。手振ってない。失礼。またね、なんかね、機会があったら、録音だな。録音ではやるかもしれないけど、生ではさすがにね、ちょっとね、寝てもらわねば困る時間帯なのでね。今日はちょっとね、あちこち出かけるんで連れ回したんで、ね、足が痛くなって起きてきちゃったみたいですね。はい。68番、ビチビチよさん。行安さん、お疲れ様でした。今夜も楽しかったです。すっきりした？おやすみなさい。ということでね。はい、ありがとうございます。すっきりしました。ね。あんなね、もにょった状態じゃ眠れないですよ。69番、ヤギさん。グリコさん、こんばんは。まだ間に合いますよ。間に合うか大丈夫かね。70番ヘッケルさん、深夜作業でお疲れのとこありがとう。また土曜日にゆっくりとお休みということでね。はい、ありがとうございます。体調整えてね。まあ、急遽変な都合が入らなければ土曜日また放送させていただきたいと思いますんで、それまで、皆さんもゆっくりとお休みくださいませ。71番ひねさん、お疲れ様でしたってことでね、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。72番グリコさん、ヤギさん、本当ですか？まだ間に合いのですか？師匠、あれからまだまだ増えているので、よければ本当に送りますよ、入学祝いに。本当に、丁重にお断り申し上げます。うちも置くとこないんで、さすがに。で、相方が目の色変えて、何これどうしたんっていう風な話になりますんでね。それを相手にするのもいちいち鬱陶しいんで、ね、本当に丁重にお断りいたします。ありがとうございます。73番、はるさん。こんばんは。ギリギリ最後のお話聞きました。ギョンアンさんの T3 シリーズ、また聞きたいです。テンション高くて調子のいい時にね、うん、そのうち、またちょっとおふざけでやりましょうかね。うん、相当テンション高くないとできないよ、あれ。いやー、いつやった？去年の5月にやってる。まもなく T3 シリーズやってから1年経つんだね。74番目の迷い人さん、ジュニア君ご卒業おめでとうございます。&入学おめでとうございます。いずれジュニア君の美声も聞きたいです。ということでね。ね、はい、ありがとうございます。低い声でありがとうございますって言ってます。ありがとうございます。はい、ということでね、一旦レッスンの方も切れましたので、ここでエンディングに入りたいと思います。ですね、あ、そうそう、瓶詰め階段の方なんですが、ね、冒頭にもお知らせいたしましたけれども、ようやく上がりまして、ただいま YouTube の方に公開しております。また後で、YouTube の URL の方を掲示板に貼っておきますので、もし、興味のある方、人形にまつわる怖い話です。お人形です。1時間3分だったかなぐらいのお話になっております。ひたすらね、人形関係のお話を読んでおりますので、作業用 BGM などにいかがでしょうか。後ほどね、YouTube の方の、URL を掲示板に貼らせていただきますので、興味のある方いらっしゃいましたらぜひ、チェックしてみてくださいませ。あとはですね、土曜日、次の土曜日が5日ですね。4月5日の土曜日は、急遽なんか変な仕事が入らなければ、通常通り、土曜日はシャルコアの方ですね、読ませていただきたいと思っております。でですね、時期的になんですが、やはりね、今月あたりからまたちょっと仕事が動き始めますので、自分で思ってるよりも放送はできなくなる可能性があります。もうね、ゴールデンウィーク明けるぐらいまではね、落ち着かないってずっと言ってるんですけれども、それに加えて、どうも仕事の動きというのが、ぼちぼち、のような感じがしますんでね、なんか動き出すような気がしますんでね、ちょっとね、本当下手したら1週間、2週間放送できないことがあるかもしれないんですけれども、どっかでね、時間見つけて突発でも放送できたらいいなっていうふうに思っておりますんで、もしかしたら予告なしでいきなり放送やってるかもしれない。うん。ね、ドルフィンなんかで見つけたら、おー、なんかやってんじゃんみたいな。そういう時には、回数をカウントしない方法でやりますんで、それこそね、放送外伝みたいな感じでね、やるかもしれません。って言いながら2月も1回もできなかったんだよね。自分で突っ込んじゃうよ。ね、ちょっとね、本当に、待ってくださってる皆さんには申し訳ないんですが、本当にね、ちょっと時間見つけてできる範囲でやっていこうと思ってますので、よろしくお付き合いくださいませ。あとは特になかったと思いますね。YouTube 行ったでしょ？アーカイブは上げるでしょ？外伝はちょっとしばらくできないでしょですね。大丈夫ですね。はい。では本日も遅い時間までお付き合いくださいましてありがとうございました。ちょっとね、いつもより短めの配信となりましたが、本日の放送はこれで終了させていただきたいと思います。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。